こんばんは、かっけんです。本日は FIFA のキャリアモードをやっていきたいと思います。はい、こちらは、簡単に言うと、ウィーニングイレブンを例にして言っているんですけど、ビカマーレジェンドとマスターリーグのようなモードとなっております。で、本日から、シリーズ化として、自分が、ビカマーレジェンド1選手として、将来的にはレアルマドリードのキーパーになるという企画をこれからやっていきたいと思います。で、今回は初回なので、アバターの作成作りと、多分最初に、プレシーズンマッチがあると思うんで、そちらの1試合目をお送りしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。で、冒頭でも言ったんですけど、1選手から始めて、レアルマドリードのところを目指すという感じで。で、こちらも自分を作成するので、こちらで。で、ベーシックこの人でいっか。この人からちょくちょく作っていきましょう。名前はもう本名をさらけ出しているので、ケンイチと、ローマ字表記だとケニチになっちゃうんですよね。で、こんなどうでもいい情報を言いながら、一個ずつ決めていきましょう。で、登録名が各県でいきましょう。各、け、ん、背番号は自分が高校時代にもらった選手権の時にもらった21番にしようと思います。で、ポジションはキーパーで右利きでやりたいと思います。からだな、こっからがちょっと似てるか分かれないですけど、自分を作っていきましょう。あ、これなんかぽいな、違うかな。これでいいや。昔中学ぐらいの時に、アディパワープレデターだっけな。これが一番思い入れのあるスパイクに似てるんで、これにしときます。で、続いてキーグロ。キーグロも本当に優秀ですね、FIFA。e フットボールやってる人わかると思うんです。デヘアがこれとかこれとかを、はめてるイメージあるんですけど、結構種類ありますね、こう見ると FIFA は。で、当時、自分が、現役の時に使ってたのこれとか、ナイキのヴェイパーグリップ3とか。でもこれかな、やっぱ HO っていうキーパーグローブを結構長く使ってたので、これにします。はい、続いてチームなんですけど、レアルマドリードにしたいところなんですけど、ここは最終地点の目標にしたいので、J リーグにしよっかな、せっかくなんで。e フットボールにはないので J リーグにしたいと思います。で、チームなんですけど、個人的にいろいろ、なんて言えばいいんだろうな、勝手に親近感の持っている横浜 FC にしたいと思います。理由としましては、この画面で知ったんですけど、まず創立年が、自分と同い年というところで、で、あとは、OB に、前橋商業サッカー部の OB である高橋秀人選手がいることと、あと通訳の方が同じ地元出身で、2個上であんまり面識とかはないけど、俺が勝手に知ってるっていうだけなんで、でも同じフットサルにいたから知ってくれてたら嬉しいっていう感じで、本当はJ2 の地元のザスパにしようと思ったんですけど、J2 はないということなので、横浜 FC にしたいと思います。はい。はい、早速、始まるんですけど、その前にね、トレーニングがあるので、一回これをやっていきたいと思います。編集上、動画上ではスキップしていると思うので、スキップしたいと思います。で、早速来ました。フレンドリーマッチ、チャンピオンズトロフィーということで、早速このチームと一試合やっていきたいと思います。57分から途中交代ということで、早速行きましょう。お、いいね。ブローダンセンさんと各県が交代。こんなことある？オッケー。画面どうし、ちょっとごめんなさい。画面変える、縦にした方がなんか迫力ある気がするな。多分こっちの方がなんか見応えがある気がするんで。こうして敵が取られた、敵ボールになったらキーパー目線にしたいと思います。こちらの方もなんかコメントでぜひどっちがいいのかっていうコメントをいただけると非常に助かります。キーパーやってる人ほとんど見かけないんで、やっぱり
ちょっといろんな配あのキャリアモードを配信してる方々の動画とか見たんですけど、みんなこんな感じにしてたんで、あとあれが知りたいね。まあこうやってキーパーのあれに戻すことできるんで、キーパーのさレートってどうやって上げるん、これマジでわかんないんだけど。え、フリーキック頑張って見ましょう。これ斉藤と渡辺が交代。どんまいどんまい、しょうがない、そういうこともあるよ。A とか言っちゃダメだ、コーチングしないとしっかり、まあ、ファースト設定ファースト、ちょっと相手ボールになったんでここを戻そう。見えない見えない見えない、おおナイス、おお止めた止めた、今見た。いやもうキャッチしてほしいんだけどな。はい、いいね、ちょっと反応遅れてるけどいいよ、気合入ってるね。これ取れる、え、マジか、取ってくれ。キーパー操作も一応ね、あの説明一覧は見たんで、味方こっちにいるよ。あ、ちょっと超えちゃった、ごめんなさい。でも内防じゃない、結果的に一応三角で飛び出しと L1 でオートポジで、あとダッシュは一緒か、飛び出しだから三角の飛び出しいいんだよね多分。あとなんかあるのかな、そこもなんか説明一覧では一通り書いてないのあったら教えてほしいな。ここ行こう、ここ行こう、プレスプレス、いけいけ、ラインをそれ以上下げんな。ということでね、オッケーオッケー、守ってる守ってる。あー、ワールドクラスはちょうどいいかもしんないな、アルティメットで全部入れられたもんな。しかもシュート早すぎて俺自分自身が反応できないんで、これでいいや。ナイスキーしゃー、いいね、楽しいよ。キーパーナイスキー、この後この後プレスプレスいって、オッケー、いいね。そうでね、キーパーあるあるかもしれない、ここら辺に行くとね、まあプロは知らないですけど、高校はうわ惜しい、暇な時はあるんで、まあ、ここら辺でゆっくりしてる時はあります。俺だから俺だけかもしれないけど、あーでも一応監督のところでアップしてる人たち見れるんですねこれ。まあよくね、あの高校の時ベンチのところ伺ってたんでそういうところ目がいっちゃいますね。お、相手取られた、プレス行こう、プレスプレス、オーケーオーケー、左サイド上がってきてるよ、大丈夫か、ちゃんと見てね、クロス来る、警戒警戒、お止めろ、オーケーオーケー、でも飛び出してほしかったんだけど、まあ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 、いいよ今のところキーパーの活躍もあり守れてます、 0-0 でいい試合展開になってますね。マジでアルティメットの時何もできなかったんで、ナイス、これはおーマイボールですね、はいはい、後ろ作って、オッケーで点も取りに行かないといけないからね、やばいちょっとやばいねこれ、あボール見れないです、 ありがとう、こっちに広がってる、いやいいボール、ビルドアップ能力現役はないんだけどね。あでもロングフィールだけはまだ割とまだ評価は得てたな、ショートパスは無理だね、おどおどしちゃうってみんなに言われるから。一応なんかバイボーになった時選手のボタンのところ、なんか選手の下のところにボタンついてるんで、そこに出すとパスは出してくれますね。これもコーチングの分野に入ってんのかな。いやーまだあるまだある、いやナイス、キーパーキーパーキーパー喜べ、いけお前もいけ、コウスケ、誰が誰だか分かりません、マジで。あの横浜 FC のメンツは正直分かりません、カズさんとその高橋秀人さんと、あと誰だろう、
マジで分かんないんで、本当にさっきあの冒頭で言ったあの親近感だけ、え嘘、今反応したんだけどね、スティック倒したんだけど、何をされてるんですか、ちょっと待ってよ、えマジで、余裕ぶちかましてたらオフサイないし、しかもそれ、これ俺のスティックのあれが悪いのかな、さすがにこれ反応できるもんね、俺だって横移動ちゃんとしてるよ、いやシュートがうまいのか、なんだろう、まあ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 、まだ1-1、いやー1-0で勝てると思ったんだよな、でもさすがに、まあまあデビュー戦としては悪くはないでしょう、評価点 7.3 で、まあ5本シュートに対して4本出してるし、まあまあまあ悪くはない、おーでも結構評価高くなってるね、レベルもあの経験値も結構もらえてるんで、よし次へ進む、上々の出だしですね、はい、というわけでまあ1試合終えて、まあこの後フレンドリーマッチが2試合ほど残ってるんで、これは動画界でやって、次は J リーグの開幕節に合わせてそのハイライト動画を作ってやっていきたいと思います、というわけでまあ今回は新企画ということで、各県が J から世界へ、まあ、J からレアルマドリードを目指すキャリアモードを始めていきたいと思います、というわけでこの動画気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録高評価、まあ、あとあのアドバイス等ありましたらぜひあの書き込んでください、というわけで今回は以上となります、皆さんご視聴ありがとうございました、バイバイ。